皆さんこんにちは。今日もクラウド3始めていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ナムさん、ちょっとあれですね、入り口時間遅れましたけど、なんかあったんですか？あのですね、今僕インドネシアにいるんですけど、うんうん、戻ってきたんだよね。そうそうそう、うん、シンガポールからインドネシアに戻ってきたんですけど、うんうん、試合で、そう、昨日試合になったんで、うん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 、日本の代理人がインドネシアまで来てくれたんですよ、昨日。おー、日本でお世話になってた、ごめん、代理人ってなんだっけ、うん、代理人って、まあ、仲介人だよね。うんうんうん、その、自分の、じゃあ次のチームを探すときの、うんうんうん、にいろんなチームを仲介して探してくれるような人のこと代理人って言うんだけど。なるほど、なるほど。チームを探してくれる人のことか。そう、まあ、チームを探してくれたり、契約するときの、その、契約条件に対してクラブと交渉してくれたりとかする人が、代理人なんだけど、俺代理人、インドネシアの代理人と日本の代理人二人いるわけ。あー、なるほど。日本の国内の移籍に強い人とインドネシアの人ってこと。まあ、そうだね。二人お世話になってる代理人がいるんだけど、今回は日本人の代理人がインドネシアに来てくれて、で、もちろんインドネシアの代理人と日本の代理人、ずっと俺が、このチームと契約してから1年ちょっとずっと連絡は取り合ってくれてたの。はあはあはあ、でも昨日初めて顔合わせで、おそうで、今日その日本の代理人が日本に戻られるから、うん、今ごめん、ちょっと 見送りをしててちょっと遅れちゃった。その代理人の方はどれぐらいインドネシアに？3日ぐらいかな。あ、3日ぐらいはいたんだ。そう、来て試合見に見てくれて帰るんで、結構バタバタだったと思う。なるほどね。いいね。そんな代理人の顔合わせは無事終わったんだね。そう。そうだね。いい話もできて。まあ、多分ね、俺、試合だったからさ、うんうん、俺、3人でこう顔合わせるのは車の車内だけだったんだけど、移動時間で1時間ぐらい。あ、そうなんだ。俺はね、ただその、彼ら2人は、その、事前に、多分、うん、あの、話してる時間はあったんだけど、俺と3人で会う時間は1時間ぐらいだった。はぁ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 、なるほどなるほど。その試合は？ったの？試合は引き分けた。試合は引き分けたし、本当に今シーズンで一番良くないぐらいの出来のパフォーマンスだった、俺自身が。あ、そうなんだ。そうそうそう。なるほど、なるほど。そりゃ引き分けるよなっていうこと？まあ、そうだね。せっかく来てくれたのに申し訳ないけど、うん、まあまあ、しょうがないよね。なるほど、なるほど。まあ、それだけはさ、俺は別に、俺はもう、見に来てくれる人がほんま全員の人に約束できることは、勝つか負けるか、俺が点取るか取らないか、そんなことはもう誰もわかんないわけよ。ただ、約束できることはもうとにかく今できる全力を出すか出さないかだけは約束するつもりだから、もう昨日俺の自分のパフォーマンスに満足なんか全然できてないけど、まあその中でもとにかくできることはしつもりだから、まあまあまあ、それはいいかな。なるほど、なるほど。それだけはもう別に後悔なし、自信持って。今できるパフォーマンスはした結果、うん、いいパフォーマンス出せなかったけど、まあしょうがない。なるほど、なるほど。で、その代理人の方っていうのは、どういう方？日本人の方？そう。どういう方？人間的な部分？もうそうだし、なんかこう、南部の紹介がてら。ああ、いやーねー、俺とその、石川さんって方なんだけど、うん、石川さんの結構仲っていうかその関係は、普通の選手代理人っていう関係のちょっと俺の中では深いと思ってて、うん、まあなぜかっていうと結構代理人と選手って結構ドライな部分が必要で、結局仕事を取ってこれるか取ってこれないかじゃん。うんうんうん。まあまあ確かに確かに。確かに。そうっす。そこに情は生まれちゃいけないと思ってんの俺は。だからいい代理人っていうのはいい契約を持ってきてくれる人、いいクラブを紹介できる人、うんうん、っていうのがあるの、前提に。で、それが普通だと思うのね。だからそこに、うん、あの人の代理人は好きだからとか、なんかそういうのって結構あんまり必要ないと思ってんの、俺は。わかる？言ってる意味。わかるわかるわかる。そう、ただ俺は、その石川さんという人と今もこういう風に関係を続けさせてもらってるのは、俺がチーム決まってない無所属の期間が8ヶ月あったじゃん。その時に何も知らない俺に対して無償で8ヶ月間ずーっとサポートし続けてくれたの。普通は、その契約したら、あの自分の給料の何パーセントかを手数料として払ったりするんだけど、まあそうやって飯食ってるってことだもんね。そういう仕事だもんね。そう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 。でももちろん俺以外の選手も何人か持ってるからさ。ただその石川さんは、俺がチーム決まんない時期もずーっとサポートしてくれて、でタイにトライアウト行く時も実費で一緒に俺についてきてくれて、俺に あのサポートしてくれたりとか、JFL の所属選手だった俺を何もメリットないのに J2 とか
チームを紹介してくれて練習参加させてくれる環境を作ってくれたりとかしてたわけよ。うん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 。そう、だから、俺は、ちょっと他の選手とは違くて、俺はすごいその情は大切にしなきゃいけないなと思ってるから、俺はその石川さんに、その時にお世話になった分の借りは絶対返したいから、だから今後ステップアップもちょっと自分でして、自分が稼げば稼ぐほど、石川さんに対してお金の単価を返せるから、だから少しでもいい契約して石川さんに、まあ、恩を返すのが俺のその目標だよね。それってさ、一番最初はどういうきっかけで知り合った？それは俺がその JFL に所属した時の監督の柴田さんって方がいるんだけど、その人に俺がチーム決まんない時にちょっと相談させてもらってたの。そしたら柴田さんが知り合いの代理人いるからちょっと紹介するよって言われて、お前一人で動いてても限度があるから、あー確かに、そう、ちょっと人の手で借りなきゃダメだぞって言われて、で紹介してもらったの。おー、そっから、はあはあ、それだから石川さんはさ、初め俺の顔も名前も分かんない状態からサポートしよう始めてくれた。石川さんはさ、なんでそんな無償でやったんだろう。どうなのかね、どうなんだろう。まあただ、ただ石川さんとよく話すのはやっぱ人の部分はめっちゃ見るって言ってた。人間性、そうそうそう、人間的な部分を見て、いい選手でもちょっとその人間的な部分だがちょっと自分の基準で劣ってるなと思ったらサポートはしないみたいな、っていうことは言ってたから、もしかしたらそのチームは決まってないし今後どうなるか分かんなかった当時の俺を人間的な部分で評価をしてくれて、このサポートしてくれたのかもしれない。なるほどね、それはでも確かにこっちからしたら相当恩があるね。まあまあ水木が一番よく分かってると思うけど、まあ人間的な部分で俺そんなに悪くねえや、小学校の時から。おい勘弁してくれよ、だから俺代理人の石川さん見る目ないなと思って。それ務まるのかなとかと思ったんだけど、それはさすがに石川さんに失礼かなと思って言わなかったんだけどさ。8ヶ月無償はちょっと見る目ないんじゃないってちょっと思っちゃったけど。まあまあ、水木が代理だとしても、8ヶ月俺がチームなかったらサポートしてくれるっしょ。一日でお断りだよね。さすがに。すごい、相当人間できた人なんだなってのはすごく感じるけど。そうだね、そうそうそう、石井さん本当にもう感謝してもしきれないよね。なるほどなるほど、それってなんかやっぱかっこいいっていうポイントだよね。そうだと思う。そうだよね。いや実は、今回の、ラジオのテーマはかっこいい、まあかっこよくない、みたいな、その南部のかっこいい論みたいなところをちょっと話したいなと思っていて、はい、そう、それはまあなんでかっていうと、まあ、時間が俺と南部、まあ、ないし、リノが合わせられなくて、一人語りを一回やってみたじゃないですか。南部健三の一人語り、はい。で、あれがなんか結構個人的に結構面白くて、まあ、そもそも結構意外と喋れるんかいっていうところがあって、で、その中で意外といろいろこうラジオをしてきたんだけど、ベルディの時代の時に、外にこう試合をしに行くときに、ベルディのジャージとかエンブレムを背負うよりかは、もう少しこう格好つけたというか、私服で移動しましょう、しなさい、みたいな教えがあったっていうところが、なんとなく俺の中ではちょっと、あ、面白いなって思ったの。あ、かっこいいってそういうこう意識づけの仕方もあるんだって思って。はい。あ、じゃあ、そういうその中学、高校のベルディユース時代から、そういうかっこいいみたいなところを、学んでいるというか、教えられている南部の、じゃ、かっこいいと思えることとか、これはかっこ悪いみたいなところって何なのかなっていう話をしたいなと思って。で、そういう意味で言うと、代理人の石川さんのやられてることってすごく真似ができないことだし、俺はかっこいいなって思ったんだよね。そう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 。それで、そうすると南部周りの人の中で、これはかっこいいなって思う人とか、これはかっこ悪いなとかっていう自分のやらないこととかって、なんか、あったりするのかな、あるね。まず、ちょっと今パッと思い浮かぶ自分がかっこいいなって思う人の共通点は、3つかな。今パッと浮かぶのは。で、まずは1つ、ちゃんと挨拶ができる人。あと、人の愚痴を言わない人。あとは、整理整頓できる人かな。あ、最後ちょっと面白いね。
一つ目は、挨拶できる人。まず挨拶で言うと、まあ挨拶って結構当たり前にするじゃん。うん、うん。でも、なんで挨拶するかってなんでだと思う？なんだろう。当たり前に挨拶するからさ、うん、挨拶して当たり前だと思うけどさ、じゃあなんで挨拶するのかってなんか本質にさ、こう、振り返った時になんでなんだろうって思ったことがあったわけ、俺は。うん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 。で、それ水木なりになんかある。でもなんか、その日によって多分人の気持ちって変わるから、コミュニケーションと。ああ、確かに。コミュニケーションも絶対一つだよね。うんうんうん。まあそれも絶対、そうだね。コミュニケーションっていうのも一つあると思う。うん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 。俺なりになんかそれを考えた時に出た結論が、うん、なんか挨拶っていうなんかこう、人に対するリスペクトの表現の一つなのかなと思って。うん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 。で、やっぱ人と会って、おはよう、こんにちは、こんばんは、うん、元気ですかっていうのは、うん、その、まあ確かにコミュニケーションっていうのもあると思うんだけど、なんかその人に対するリスペクトの表現の仕方なのかなっていうのも、なんか俺思ったの。なるほど。そうで、当たり前なんだけど、うん、なんかそれをただこなしちゃうのと、うん、ちゃんとそこに対してリスペクトがある人の挨拶って結構違ったりすると思うのね。なるほどなるほど。挨拶の中にもこうランクというかクオリティがあると。そう、うん、あると思ってて俺が、うん、なんか例えば、うん、なんだろう、うん、じゃあ俺はサッカーやらせてもらってるから、サッカー選手で、サッカーのチームで例えると、うん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 、選手と監督って会社で言うと上司と部下みたいな感じになるじゃん、わかりやすく言うと。で、選手が監督にこんにちはって言った時に、監督がこんにちはって言うのと、うん、選手がこんにちはって言った時に、うん、監督が、おう、健三、こんにちはって言うのと、うんうん、違うじゃん、なんか。わかる、うん、違う。いや、それも、全然違うと思う。全然違うでしょ。全然違う。それも例えば会社でも一緒で、部下の人がおはようございますって言って、おいとか、おはようとか言うのと、俺がじゃあ上司の水木に対しておはようございますって言った時に、水木が、え、健三おはようとか、おはよう元気とか、一言添えられるとか、もしくは部下がとかが気づいてない時に、コーチが近く行ったら、え、水木おはようみたいな感じで、そっちから言えるかとか、なんかそういう、なんかこう、ちょっとした挨拶で、そのリスペクトを込められるかどうかっていうのを常に無意識にできる人っていうのは、なんか俺はかっこいいなって思う。そこになんか年齢とか、いや、それかっこいい。その自分のその地位とかを隔たりなくできるのは、うん、俺はかっこいい人だなって思う。うん、かっこいいそれ。ああ、なるほどね。確かに確かに。しかもそれってこう人によってちょっと挨拶変えてるもんね。そう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 。うんうんうん、ただこなしてるわけじゃなくて、なんかそこの挨拶に対して人に対するリスペクトが年齢問わずできる人、うんうんうん、はい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 。みたいなのはなんか俺は気持ちいいし、かっこいいなって思うから。なるほどなるほど。あ、いいねいいねいいね。次は愚痴を言わない人。うん、これはもうなんだろう、まあ、愚痴ってさ、言ってなんか聞いてる方も言ってる人もメリットってあんまないじゃん。うん、まあ一応前提言うと、散々人に罵倒してきたナンプが言うってことね。そう、軽い、これそう。で、うん、これ一個ポイントなのか、うん、俺の中で。うんうん。陰口と、うん、その人に直接伝えるのってまた違くて。はあ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 。例えば、本人がいないところで、別に文句とか、その人の愚痴を言ってる人がいたとして、直接本人にもいるならまた違うわけ。ただ、うん、直接本人に言えないのに、その人がいないところで陰口とか愚痴を言ってるのは俺は違うなって思うわけ。はあはあ。じゃあ、南部の中での愚痴ってのは何？だから直接本人に言えないのに、その人がいないところで誰かの悪口とかを言ってること。なるほどなるほど。直接本人には言えないことっていうのが愚痴だ。そうそう、俺は罵倒してたのは水木に対してボロクス直面と向かって言ってたから、うん、それやまだセーフだって俺逆に自分の中で勝手にセーフ作った。そう、俺はセーフ、うん、だって俺逆に水木がいないところで、うん、水木に対して多分言ってないから、はあはあはあ、その分水木に直接ボロクソ言いまくってたか、言いまくってたけど、なんでだろう、すごい健全に聞こえてくるんだけど。そうそう、だからその分、うん、俺多分、うん、水木がいないところで、例えばじゃあ、うん、当時のさ、うん、川崎葛西とかに、うん、水木って何なのっていうところは言ってないと思う。すげえ、なんかすごいいい話に聞こえてきたんだけど、なんでだ。その分、うん、直接めちゃくちゃ言ってたのは、うんうん、まあ確かかもな。すごい苦しかった。でもすごく分かりやすい例えなんだけど、どうしようっていうことかな。うん、すごい分かりやすい。だから南部の中では面と向かって話すことっていうのは、うん、ある意味素敵であり、あの直接言えてるから変えてほしい部分っていうのをちゃんと面と向かって言ってるんだよっていうことだから、基本陰で言うっていう行為が
ナンブの中では、かっこ悪いこと。そう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 。かなーって思う。だって、例えば水木が俺と会っててさ、せっかく会える時間って貴重じゃん。まあ、人間それぞれ。で、1時間一緒に会ってたとして、その30分を、なんかこう人の愚痴とか、なんかこう、そういう時間に使っちゃうのって、なんかお互いにとってもったいないし、そこからなんかメリットって生まれないじゃん。うん、うん、うん。うん、それ、しかも言ったところで別に何も解決策生まれないし。うん、うん。だったら、なんか直接話せばいいし、と思うのね、俺は。うん。しかもなんかそうやって自分直接人に言えないから、陰口言うんだって言ったら、なんかこう、うん、俺はなんかもしそういう場にいたらなんかすごい残念だし、なんかかっこ悪いなって思っちゃうから、なんか口を言わない人、まあ、逆的に言うと、うん、自分が思ってることはちゃんとした意見として伝えられる人はかっこいいなと思う。なるほど。じゃあ、問題の3つ目いきましょうか。問題の整理整頓。ね、問題の、興味の深い。いや、整理整頓はちょっと大雑把だったかもしれないけど、うん、なんだろう、もう少しこうなんか具体的に言うと、なんかこう、身の回りのものに気を配れる人。おー、ほう。かな。まあ、例えばなんかこう、例えばなんだけど、じゃあ俺がフィットネスジムを使ってます。その時にじゃあ俺がダンベルを使うとします。で、ダンベル使い終わりました。あったところに戻すのか、使ったままそのまま置いとくのか、誰も見てないし、その場に誰もいないから、別に誰かに迷惑かけるわけじゃないわけ。その場ではね。ただ、そこをしっかり本当に、ちょっと意識すれば戻せるのに、そこで誰も向いてないからって思って、その場で置いちゃうのか、うん、もっとあったところにちゃんと戻すのか、とか、うん、なんかそういう細かいところだけど、当たり前にそういう目の前の整理整頓ができる人、うん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 、は、なんかこう、いろんなことに気を配れると思うの。しかも、自分に向かってる整理整頓っていうよりかは、こう外の人のための意識してる整理整頓、うん、もうそうだし、そういうところに気を使えるってことは自然に自分にも気を使えると思うから、例えばそういう小さいことをできるとか、うん、まあまあまあなんだろう、まあ、当たり前だけど自分のゴミはちゃんとゴミ箱に捨てるとか、うんうんうん、なんかそういうことができる人で、うん、自分のその身だしなみとか自分の言動行動とかに気を配らない人はいないと思うの。うんうんうん、なるほど。だからその整理整頓とか、まあ、まあ自分の周りに気を配れる自分ももちろんだけどね。うんうんうん、っていう人はなんかまあかっこいいし、うん、それができる人は自然的に容姿とか雰囲気も清潔感がある人になってると思う、うん、イコールだと思う、うんうん、なるほどなるほど。だらしなさが服装に出るから、 その逆もしかりってこと。そう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 、なるほどなるほど、っていう意味での整理整頓かな。はいはいはい。ちなみにさ、その3つ、まあ、ないし、南部が自身でそこら辺をすごく意識してるし、うんっていうのはよく分かったんだけど、うん、かっこいいと思える人って、こう特定の誰かとか、いたりするの？かっこいいと思う人？かっこいいと思う人だね。さあ、そんな南部がかっこいいと思う人っているのかなっていう。いるいる。一人？いや、別に一人じゃないけど、うん、まあでもね、かっこいいっていう基準っていうか、その、いろんな見方があるから、ちょっとそれぞれ違うんだけど、なんかこう、自分が今パッと浮かぶかっこいい人で共通しているところがあって、うん、まあその人たちを、ちょっとなんかみんなが知ってるような人たちで例えるね。うん、うん、うん。小学校の時からの中で、今、いろんなさ、授業とかしてる、ローランドいるじゃん。うんうんうん、もちろんもちろんもちろんわかるよ。ホスト界の帝王ね。はあ。うんうん。とか、うん、そのヴェルディの時にさ、うん、育成の時に2年間一緒にやった竹内涼真っていう、今俳優やってる人がいるんだけど、うんうんうん。そう、最近もう何年も会ってないけど、その彼とか、前回のその一人語りの時も話したけど、日本代表にもなった小林勇輝っていう選手とか、うんうん。なんか共通してるところがあって、うん、みんなかっこいいなと思うんだけど、うんうん、なんかその共通してるところはやっぱなんか表裏がないというか、うんうん、なんかこう、ちゃんと自分が伝えたいことは言えるし、うん、なんかこう、誰だから、誰の前だから、こういう自分を作る、誰の前だからこういう自分になっちゃうっていうのがなくて、うん、誰の前でもちゃんと自分を貫き通せるみたいな。うんうんうん、まあ確かに。っていうのがあったわけ。ローランドとかってテレビで見てても、どこのテレビで出ても変わんないもん。うん、そうそう、それがプライベートであっても変わらないし、うんうん、その竹内涼真は何年も会ってないから分かんないけど、そのユースの時とかにやっぱ試合に全然出れなかったりとか、うん、本当に多分彼にとっては苦しいことの方が多かった期間だったと思うんだけど、うん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 、それでもやっぱ試合に出れなくてもなんかこう、うん、自分がやるべきことを常にやってたし、うんうんうん、だから今もその時の彼を知ってるからすごく応援したくなるし、うんうんうん、それこそ小林勇輝とかも本当彼はもう意志が強いから、うん、自分が言いたいことはっきり言うんだけど、うんうん、先輩だろうが後輩だろうがコーチだろうが監督だろうか、うんうん、そこに壁は作らず自分が思ったことをちゃんとしっかりした意見で伝えられるみたいな、うん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 、そこに誰だから言える誰だから言えないっていうのがなくてちゃんと伝えられるわけよ。だからそう表裏なくて、うん、ちゃんと対相手には同じ人として接して
いける人は、うん、どこの業種でも職業でも、うん、やっぱりこう生き残っていけるんだろうなっていうのはめちゃくちゃ感じる。なるほど。それがランブルの中での周りの人の中でかっこいいっていう人のポイントだ、うん、やっぱそれかっこいいなって思うね。なんか、うんうん、やっぱさ、今、水木もさ、うんうん、自分の店持ってたりとか、人の上に立つ仕事になってるわけじゃん。そうするとさ、やっぱりさ、どうしてもやっぱ人によって態度変えちゃったりとかさ。うん、もちろんあるよ。あるでしょ？うん。でもしょうがないっちゃしょうがないんだけど、うん、やっぱそういうところでもやっぱ意識して、ちゃんとリスペクトする気持ちがあったら、その中に、うん、厳しくするときとかあるけど、その中に愛情がある人がない人かってわかるじゃん、うん。そうそう。だからそういうところをなんかこう、うん、ちゃんとできる人は、うん、俺なんかかっこいい人だなって思うし、もし強く言われたとしても、うん、それを自分が感じられれば納得いく。なるほど。そこに愛がみたいなのがあれば。なんかさ、特に確かにこうスポーツの業界ももしかしたらそうなのかもしれないけどさ、ちゃんと練習をしてちゃんと努力量を知ってる人が言うことってもう有無を言わず確かにと思うもんね、うん、だからこうちゃんと説得力がそこにあるというか、サボってるやつに言われたってなんかちょっと入ってこないじゃん、うん、あ、そう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 、うんうん、でも確かにこうちゃんと練習して誰よりもやってる人から言われるのって、そう説得力もついてくるから、なんかやっぱり実力も少し伴ってくるっていうところもあるけど、うん、確かにそれもかっこいいなと思うね。そうだね。なるほど、なるほど。なんか、まあ、水木もさ、上にじゃあ例えば、水木の上にもじゃあ上司みたいなのが、もちろん。言うでしょ？もちろん、もちろん。なんか、その、水木が例えばじゃあ、言われたタスクをこなすとするでしょ、うん、その時に、じゃあこういうのできましたって上の人に報告した時に、了解って来るのと、うんうん、了解、いつもありがとうって来るのと、うんうん、違うと思うの。違うよね。全然違うよね。そう。で、なんかそういうのを、なんかこう、気にできる人とか、気にしてる人だと思うの。その今俺言ったその前者の 3人は。だからなんかそういうのって俺はめちゃくちゃ大事なんだろうな、大事だなっていうのはなんか最近すごく感じる。なるほどね。しかも、なんか自分が今さ、俺海外に出て長いじゃん、結構。うん、で、日本に戻った時にさ、限られてるから時間が、うん、結構会う人とか会う時間帯とかめっちゃ意識してスケジュール立てるわけ。うん、うん、うん。で、その時にやっぱ会わせてもらう人とかも、やっぱこう、自分で経営してる人だったりとか、うん、まあそういう人に会わせてもらうことが多いんだけど、なんかそういう人たち見ててもなんか共通するのは、今言ったようなことが、やっぱできてるんだよね、みんな無意識に。なるほど、なるほど。そうそうそう。で、一人すごくお世話になってる方がいらっしゃるんだけど、はい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 。その方はどういった方なの？そう、建設会社の、その社長さんの方なんだけど、で、その人、まあ、建設会社やりながら、いろんな、その、大きい大学の、スポーツの顧問やってたりとか、いろいろその海外にも展開してる業の責任者だったり、いろいろやってる人なんだけど、うんうん、その人にも俺、同じような質問をしたことあるの。どういう人かっこいいと思いますかみたいな。はいはいはい、はい。いろんな人と会うわけじゃん。はいはいはい、はい。いろんな、社長さんだったり、いろんな偉い人とかあって、うんうん、で、やっぱそういう人たちにも、かっこいいって思う人とか、ちょっとなって思う人絶対いるわけじゃん。うん、で、俺が、その方が思うかっこいいって何ですかって聞いた時に、うん、なんかその人が、やっぱ愚痴を言わないことと、うん、ちゃんと挨拶できる人はかっこいいねみたいなこと言ってたの。おお、共通するところがあったんだ。そうそう、共通するところがあって、やっぱなんかそういう人たちもなんか結局なんかそういう根本的なところが見てんだなって思って、なんかそうお金を持ってるとか、うん、服とかそういうのじゃなくて、そういうなんかそういうのを見てるんだなって思ったことがあった。なるほどね。結構じゃあその南部周りの人たちっていうのはそういうこうだから多分尊敬もしたんだよね。ちょっとこうそうだと思うね、マインドが似通ってるというか。そういう風な基準を持って人のことを見るとなんかいろいろ見えてきそうだね。なんとなくさ、やっぱこう初めて会う人が特にさ、最初のこの挨拶のフィーリングとかでさ、ちょっと、うん、なんとなくわかんない。あ、わかるわかる、まあ、全部は見えないけどさ、なんか俺は結構そういうファーストフィーリングみたいなの大事かなと思ってて、うんうんうん、そうそうそう、もちろんそれで全部わからないこともあるけど、うんうん、なんかこの前試合で国際試合があってさ、相手チームに日本人の選手がいて、そう、俺結構年齢とか全然気にしないから基本的に自分から挨拶しに行くようにはしてるの。そうで、あまりにも挨拶っていうかなんかこうフィーリングが悪くて、その人とあなんだこいつと思って言うね。おうおうおう、いや、ちょっとあれはひどすぎて、おうおうおう、なんだこいつと思って。おう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 、いや、なんか本当にその場で芝居てやりたかった、マジで。へぇ、え、それはちょっと差し支えないぐらいで、どういう感じのリアクションっていうか、どういう感じ、あれ、悪さ。いや、普通になんか、2回試合やったんだけど、最初試合やった時に挨拶しに行ったら、うん、え、誰みたいな。知らないんだけど、みたいな。うん、いや知ってる知らねえじゃねえじゃん、挨拶なんか。別に同じ日本人だろうと、別に国籍が違おうと、挨拶したら別にそこにはこんにちは。もしも国籍が違くても、よろしくお願いします。うんうん、よろしく、みたいな感じで終わるやん。うん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 、で、なおさら同じ国籍だったら、はじめまして、みたいになるじゃん。うん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 、で、誰か知らないんだけど、みたいな。いや、俺も知らねえし、てめえのことなんか。うん、俺だっててめえのこと知らねえし、ただ別に、ただ、知ってるか知らないかじゃなくて、挨拶はしてるだけだよ、こっちは、みたいな。うんうんうん、
でもまあそこでなんか、いやお前のこと知らないんだけどって来た時に、うん、いやな、いやそれ、その知ってる知らないじゃないじゃん、挨拶に。うんうんうん。なんだお前と思ったわけよ。それはじゃあちょっと年上？年下。年下なんだ。でまあ、試合の時のそいつの態度とか言動行動もまあまあまあ、ちょっとなんかこう、気に障ることがあったんだけど、まあそこは一歩置いておいて気にしてて終わって、うん、で、第2戦の時に、また俺挨拶しに行ったの。したら、無言。無言で、うん、俺がこう手差し伸べてよろしくお願いしますみたいに言ったら、もう無言で挨拶してきて。いるんだ、ね。で、その、そう、試合中になんか喋りかけてくることがあったんだけど、うん、その時も、もう口調が、もう何、もうなんか、なんていうのかな。いや、あまりに、なんかどんな口調で話しかけてんのみたいな感じの、テンションと、あれで俺に来たわけ。そういうのが直近だったから。それ、同じインドネシア。違う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 国。あ、もう違う国なんだ。そう、それびっくりした、最近。なんか昔すげえ悪いことしたんじゃないのその人。俺が？うん。まあそうかもしんない。俺無意識でいろんな人にさ、うん、やっちゃってたからね。今になって帰ってきたんかもしんない。そうでしょ、なんかそうじゃないと、つじつま合わないぐらいなんか嫌な話じゃん。まあそうだよね。昔相当俺がなんかやってたんかもね。もしかして山田小学校だったんかもしんない、そいつ。それか普通にコテンパンにしたんじゃん。試合が。俺らが？うん。でもさ、試合前じゃん、それは。試合結果が出る前だから。うん。まあまあ、いいんだよ、そんな人がいたっていうさ。なるほどね。じゃあなんかちょっとこう、南部のかっこいい、かっこ悪い論、今聞けたっていうところで、なんか、こういうのこそさ、リスナーの人に私はこう思います、みたいな、私のかっこいいはこういう人です、みたいなの欲しくない？あ、欲しい。なんか面白そうじゃん。いや、マジでほんと10人トイレだと思う、それに関して。そうだよね、そうだよね。多分これ、うん、いい悪いもないしさ、俺はこうです、ね。うん。それすごいわかりますけど、うん、これもあると思いますみたいな、うんうん、なんかそんなのをちょっとぜひ募集しながら終わりますと思うし、なんか俺がかっこいいのはさ、あんま外見とかあんま気にしなくてさ、高い服ブランドをさ着飾ってるからかっこいいとも思わないし、うん、仮にじゃあこうユニクロとかさ、うん、まあザラとか手が届きやすい服装で着こなしてる人でも清潔感あればかっこいいなと思うだろうし、うんね、そこになんかかけてるものにの値段とかには全然気にしないわけ。うん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 。ただなんかその内面的なところで、うん、やっぱ俺がさっき言った3つのこととかを無意識にできる人って、自然に自分に見合った服装とか身だしなみができると思うの。はいはいはい。で、そんな俺が言ったようなことがちゃんとできてる人で、無精髭生やして、人に会いに行く人なんかいないだろうし、うん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 、汚い靴をいつまでも履いてる人もいないだろうし。なるほど。そう、だからなんかそこでイコール繋がってくると思うから、それに対してそこに繋がって、プラスアルファスの服装とか外見に個性はあると思うよ。いろんな個性が出ると思うけど、うん、そこにだらしないさっていうのは多分イコールしてこないから、だから自然とその3つができてる人とかは、パッと見、第一印象もいい人になってくると思う。そうだね。だから水木は多分、できてない、それ。おい！だって、どうした急に。水木は完全に押し作ったじゃねえか今。水木はもう少し痩せて、そう、もう少しまずちょっと痩せて、痩せてくれたら、あ、こうできてるんだなって思う。外見関係あるじゃねえかよ。やっぱまずさ、自分を大切、外見関係あった？やっぱ自分を大切にできない人は人を大切にできないと思うから。水木は、ちょっと一つだけ、もうちょっと大切にしてほしい、自分の体を。ちょっとオーバーウェイトだね、今。今、太っても、でもやっぱこれちょっと南部語録出たなって思ったのは、うん、太ることっていうのは、その、怠慢とか、うん、まあ、だらしないよ、うん、も、なんか、もうちょっと節制しろよみたいなことはよく言われるのね。うん。でも、自分に、なんていうか、自分に対して。あ、自分って大切にできる人？あ、そう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 。これをちゃんとこう、ちょっと自分のこと大切にしすぎっていう言い方は、やっぱちょっと面白かったね、今ね。いや、そうだと思う。だから自分に大切にしすぎちゃって。あ、大切にしなさすぎか。大切にしなさすぎだから、他人も大切にできないって話。うん、あ、そうそう。自分を大切にしないと、やっぱ他人も大切にできないから。ただ、水木の場合は、ちょっと自分を大切にしすぎてるかもしんない。自分に甘やかしすぎて、自分が大切にしすぎて、暴飲暴食しちゃって、ちょっとオーバーウェイトになってる可能性があるから。なるほど。逆にね。いいっすね。面白い。ぜひ、気持ちわかるよってこと。水木、でもそんな水木も好きだよっていう人ぜひコメントくださいね。でもこの前そんな水木のこと好きだよじゃないけど、そんな水木のこと評価してくれてる人が現れてる、俺の前に。え？それなんか俺初聞きじゃない？そう、この前シンガポール行った時にさ、日本人でお世話になってる方に会わせてもらったんだけど、その人がラジオ聞いてくれてたみたいで。うわ、素敵よ。そう。で、その人が言ってくれてたのは、うん、初回から聞いてくれてるらしいんだけど。すごいじゃん。そう。なんか俺のそのトーク能力が向上してるのが面白いってまず一つ言ってくれたの。それだけで嬉しいんだけど、あとは、うんうん、その水木の MC の、うん、その話の回し方とか、うん、引き出し方はめっちゃうまいって言ってくれてた。いや、それはちょっと恥ずかしいな。
でもそれをしかも1回目から聞いてくれた上で言ってくれてるから、多分本当の意見なんだよね。嬉しい。しかも国またいじゃってるからね、聞いてくれてる人が。日本国内だけじゃなくて、シンガポールに在住の方も聞いてくれてるから。すごいな。ありがたいよね。ありがたい。うん。なんか嬉しいな。ちょっとその人ぜひ南部のユニフォーム直筆されるように送ってあげてね、うん、いやユニフォームあげた、試合終わったと。あげた、素晴らしい。うん、試合も見に来てくれたから。あ、ほんと。じゃあ俺の脱ぎたてのパンツも一緒に。あのさ、ちょっと話変わるんだけどさ、うん、俺、うん、ユニフォーム試合終わった後にユニフォーム交換しようとか結構まあ言われたりするんだけど、うん、ユニフォーム交換マジでしたことないの。なんで？俺まず相手のユニフォーム欲しくないっていうのもあるんだけどそれだと絶対にえ別でいらないってことだろ。いや、それもあるし、まあ、そもそも欲しくない、欲しい選手と出会ったことがないっていうのとあとはその俺のユニフォームを簡単に人に手渡したくないっていうのと。すげえ出てる、すげえ性格出てるそれ。そう、うん、なんだけど、うん、だから俺ユニフォームちょうだいとか、その観客だったりとか、まあ、スタッフだったりとか、うん、結構言ってくる人もまあいるんだけど、うんうん、まああげないわけ、うん、で俺本当にあげたいと思う人しかあげないから、本当にめちゃくちゃ選んでるの俺。あ、そうだから、なんかこうユニフォームをあげる人には俺がプレゼントしてるっていうのも、もうユニフォームをプレゼントさせていただいてるって気持ち渡してるから急にヘリクダンだよ、急にヘリクダンだよ。だからユニフォーム受け取ってくださいみたいな。あげてんだろ。いやいや、もう受け取ってくださいっていう風に思ってあげてるから。バカバカバカ。今の流れは完全に俺は早々人にはユニフォームなんてあげないよと。交換すらしないんだよ。でもそんな俺があげてるってことは、あげさせてるっていう言い方だったけどね。もう全く違う。そんな。だからなかなか俺はあげさせてもらってる人は貴重だと思う。まあでもじゃあその方はすごくあれなんだね。南部としては特別な人というか、大事な人なんだね。いや、もちろんもちろん。なるほど。じゃあその人からもぜひ今回かっこいい論のコメントをいただいてそうだね、いいんじゃない。その人がどういうのがかっこいいと思うかみたいなのもしかしたらもらえるかもしれない。確かにね。まあ本当に違うよね、多分男性とか女性によってもまた意見違うよね。あ、確かに確かに。年齢によっても職業によっても違うだろうしさ。それあれだ、まずはリノに聞いて、次回のラジオの最初はちょっとリノのかっこいい論だけはちょっと話しようか。でもリノさんの俺答えもわかるよ。ちょっと待って、何それ、いつの間にその二人結構そんなコミュニケーション取れたの。もうわかる、リノさんに聞かなくてもわかる関係になったもん。わかる。ちょっと教えてもらっていい。リノさんのかっこいいと思う人は剣道南部、はい、一択で、かっこ悪いと思う人は水木大滝、もうこれで決定。今週もありがとうございました。これで締めくくりたいと思います。最終回になりました。私大滝水木引退させていただきたいと思います。皆さんどうもありがとう。今までありがとうございました。これにてクラウド3終了します。終了します。皆さん聞いてくださりありがとうございました。本当に終了です。ありがとうございました。